皆さんこんにちは、こんばんは。ポケモンサンムーン第7世代のダブルレ対戦実況をやっていきたいと思います。一番最近やった YouTube ライブ生放送で、この画像に、画像というか画面に映してる格闘 Z ルンパッパを採用して生放送中に4連勝することができました。で、4連勝して確かレート1700超えてると思うんで、その続きから今日動画を撮っていく感じになります。格闘 Z ルンパッパの、まあ、役割としては、限界アメ構築に対して選出して格闘 Z でナットでを沈めるってことと、まあニョロトノとか、メガラグラージとかに対して強いコマとしての採用、まあ、あと水耐性、そんな感じの採用意図があります。冷凍ビームも採用したいんですけど、技枠がきつきつなので今回は入ってませんけど、まあ要検討ですね。で、電池とカップ構築をずっと雷 Z を採用してたんだけど、命中アンテナを10万ボルトに変えました。電気セットでスパーキングギガボルトを打ったときに、雷ベースの Z 技の方が10万ボルトベースの Z 技で威力が10だけ高いから、そこがすごい悩みどころではあるんですけど、まあ、電気セットを打った後に、もしくは打つ前に10万ボルト打ちたいシーンもあるかなと思って、まあ、威力は下がりますけど、こちらを採用します。クレセリアね、毒毒が入ってます。ルンパッパを採用したからいらなくなるかなとも思うけど、ミラカロスとかに対して打点がなさすぎたので毒毒が入ってる感じになります。瞑想がもともと入ってた技枠なんですけど、まあ、ただ瞑想とか月の光って割と悠長な技だから、そんな技を打ってる余裕があるのかどうかっていうのは結構悩みどころだけど、耐久クレセリアの場合は、耐久ベースのクレセリアの場合はもう一個採用検討したい技として、もう一個とかもう二個かな、スキルスワップとテラステ、この2つの変化技はすごい採用検討したい技で、テラステってのは隣のポケモンの火力を一時的に 1.5 倍に上げられますし、優先度が高いので猫騙しとかで止められることもないのがすごいメリットですね。スキルスワップは相手の強い特性を奪ったりもできるし、フィールドとか天候とか天候特性とか威嚇とかいろんな、まあ、ヒードルのもらい火とかそういうの特性を変えられて浮遊を与えるっていう動きもできるし、相手のメガガルラの親子愛を奪ったり、相手の強い特性を奪うっていう使い方もできるんで、スキルスアップで出すとちょっと採用検討したいかなって技ですね。で、僕、そう、メガガルラこれだいぶ S 遅いんですけど、自分がこれ使ってもこれ以上に遅いメガガルラに結構最近遭遇するから、勇敢ガルーラじゃないにしても、意地っ張りガルーラで全然 S 出てないようなガルーラがいる気がして最近、そこら辺がちょっと環境が読み切れてない部分があります。チョッキランドロス。スカーフランドロスが確か統計上一番多かったと思うんですけど、PGL、僕が見た段階では。スカーフランドロスの見極めはすごい注意ですね。こだわってる技で、によってはすごい動きやすくなるんでね。そんな感じでレートを潜っていきたいと思います。なんか生放送の時に聞いた話によると、どうやら今やってるシーズンが最終シーズンのようで、このシーズンが終わるともうウルトラサン、ウルトラムーンに切り替わるから、だから今回がまあサンムーンで結果を出した人にとっては最後のチャンスだし、まあウルトラサン、ウルトラムーンに向けていろいろ準備する期間でもあるみたいな、そんな一定の区切りというか、そんな時期のようです。そういえばそう、シングルの方でなんか最強シングルって言ってないけど、まあ、最強実況者決定戦みたいなオンライン大会があったみたいで、ダブルでね、実況者大会一回開こうとしたんですけど、自分の、なんというかな、1710から力不足でなかなか人を集められなかったんで、ウルトラサン、ウルトラムーンの時には今度こそ大会を開きたいなと思うんですけど、アメリカのハングさん、1786。海外勢ではレート高い数字やなって感じ。ここ風を打ちたいけどミラカラスがいてって感じがありますね。バレロもいるしみたいな。
ガルーラ、カプコチェコ、ランドス、ヒードラ、これでいきます。海外勢にしてはレート高いかなって印象を持ちます。自分が知ってる有名プレイヤーではないと思うんで、この人は相手バンドリ選出、バンディラスの特性の発動順をしっかり見ます。コテコの方が速い、猫魂をドリーズ方向にしながら、カケプコテコはボルトチェンジをバンディラスに打って、まあ、ランドチェンジかなってところ。このタイプの構築の場合、ジェット技がどこにあるかなんだけど、バンディラスが弱点補填かアクゼットかってところも見極めと、ナイトのバンディラスは突っ張る、ドリューズが守る、バンディラスも守る、グローパンチをドリューズに打って、コテコがランドチェンジかな、ヨナでヒルミ怖いけど、ただ相手がそうだよな、ボーマンドに帰ってくる可能性なんだよね。ここけど、ここもうこうするしかないよな。ボーマンダに変えて自信を通しに来る動きが十分あり得るかなって思ったけど、さっきのターンに交代できればよかったな。ボーマンダしそうですよね。次行動順はシナカティドリューズ、メガボンマンダ、こっちのガルーラの順番になるから、ステミタクロもハイパーボイスもきついなってところ。相手ボンマンダ方向にステミタクロ打ちながら、ランドロスはバカ力をドリューズに、にしてないからまあ居座ります。ミラカラスを意識しすぎてクレセリア選出しなかったらちょっとミスかなって感じ今思ってます。ボーマンダに対してはクレセリアが圧倒的に強いんだけど、ミラカラスを言う引っ張り出されると凍える風とかで勝ち気を発動されて超きついからってのが悩みどころでした。ボーマンダは特殊柄だと思うんだけど、バンドリーだったらギリギリダブルダメージ、ハイパーボイスプラス
まあ、ダブルダウンに自信を与えてガルーダが動いてくれるのを期待してみたいな動きですね。この捨て身で落ちると思うけど、反動プラス砂溜めでガルーラが生き残れるかどうかは。とりあえず厄介なボーマンドを倒しました。砂溜めを耐えるのがきつかったですね。ちょっと無理でしたね。ミラクラス守りそうだけど、まあ、これは攻めるしかないので、スパーキングギガオルドをミラクラスに打ちつつ、ランドロスは爆味からドリーズ方向に。ドリーズが地面出たらも死ぬけど、地面出たドリーズそんな効かないからいないと思ってるので、それを切ってこっち側守らずに動かしてます。フィールド上ではドリューズがここ一番速いので、こっち側が死ぬと思ったら動かしてはいけないんですけど、ドリューズは絶対技ではないと思うから、威嚇入れた地震は耐えると思うので、動かして電気ゼットでミラカラスを狙うっていう動きにしています。地面ゼットだったよ。ないと思ってて食らってしまった。守んなきゃいけなかったな。まんまとしてやられました。ドリーズは耐久が心を持たないポケモンだから、助けを持たせることが多い。他は命の玉とかかなって、そんな印象やったんですけど、絶望的。ミラクラスが自己再生を持ってる可能性はほぼないと、自己再生を持ってない可能性はほぼないと思うし、こっち声守る持ってたんで、一旦守って地面ジェットを4分の1に軽減して耐えて、バカ力通してから、まだ正気はあった気がしますね。まあ結構地面ジェット無警戒なの良くなってなかったな。相手のジェット技の見極めが本当今作は大事。タラップの耳のカラスですね。オメガルビアルファサファイアの時代はまあまあいた方なんですけど、今タラップミロカラスはかなり珍しい。タラップのミっていう持ち物がかなり珍しいかなと思います。結果的にやっぱミロカラスが相手裏にいたから、クレセリアで凍える風バンバン打つ展開しにくかったけど、こちらの電気ジェット通すチャンスをなうまく利用しなきゃいけなかったですね。凍風クレセリアがちょっとあれな場合、控えめでアタッカー気味のクレセリアを使うっていうアイデアが一つあるんですけど、控えめクレセリア持ってないからそれが試せないんですよね。控えめクレセリアだったら、例えば霊媚サイコキネス目覚めるパワー地面で、まあトリックルームなりなんか補助系の技っていうのがまあまあ強い方だと思うんですけど、そうだなと、ミラクラス、そうだね、裏ヒードランやったんですけど、ヒードラン結局見せずに戦ってて、ラティストさん、レッド1662。こっち最後、ミラクラスじゃな、だから、ルンパップだったらまた良かったかなと思ったりもしたのは、今。
ランドロス、クレセリア、こっちこ出せばテラキオンはちょっと動かれずに済むけど、まあ守る追い風されるようにってところで、袋叩きコンボ決められても岩なだれ、ランドは耐えるから、まあこれがサイアンティックな。ダブルダメージ人体調整は多分このレッド帯の日だったらしてると思うんですけど、凍える風を当ててしまえばまあどうにこうなる。テルテラ、まあ相手が強引に動かした場合にきついのは岩なだれのひるみですね。特にランドロスがひるんだ場合がきつい。あと稀にいるらしい袋叩き岩Z のコンボの場合もちょっと怖いけど、ここはもうこのちょっとで決めてるんで、ひるみだけないようにお願いしますって感じ。ほぼ岩なで来ると思うんですけど、相手この対面の場合スカーフランドロスの地震もケアしなきゃいけないから、さすがに地震ダブルダメージで耐える調整にしてると思います。たまにしてない人がいるからあれれって感じはあるけども、これランドロス方向狙ってるんじゃないかな。クレセリア方向、これ耐えないの、威嚇入れてるよね、耐えないのか、マジか、知識不足でした。これ不意打ち耐えそうだよね、普通にガルドの。守る追い風、行守る丸か、トンボガイアエルフに打って行守るあるよね、ここグローパンチをランドロス方向に、テラチンを 100% 守ると思うので、次フリーチで縛ろう。いや縛れねえよここ、追いか、じゃあアンコール食らうや、ちょっと良くないな、ちょっと良くないな、やっぱエルテラ、そうだな、アンコールあるよね、さすがにグローパンチを、アンコールされちゃうか、不意打ち打ちたいところではあるんだけど、ヒードラ守るで冬打ちテラチン方向に打っとくけど、多分アンコールされるな、
しゃれなかった。アンコール入ってないのか。ただ嘘泣き食らったからリザードンがちょっときついけど、フリッシュアンコールされたらもう大丈夫だから、多分アンコール持ってないのか。ヒードラに対…あ、違う、アンコールケアしなくていいか。ベンチゼットは怖いよね。ヒードラホークに電気ゼット普通にありそうだけど、どうしようかな。情報を動かすか。ヒードラ熱風でしてみたくなる顧客方法。ランドスチェンジ普通にあるしようと思ったけど、バレバレすぎるかなと思ってしなかったのよくなかったな。10万ボルトでヒードランが縛られている状況、ラス位置がディザードンだとすると結構きついな。タマーシャインと火炎放射集中が耐えるのきつそう。あー、素直にランド使えればよかったんか。迷ったんですけど、アンコールないエルフンっぽかったし。行動順はコチコが先だから、まあランドが耐え、シングルダメージ食らわないようにこう動かすのがまあ基地かな。ただリザードンが守った場合コケコが、あの岩流れプラス玉ダメージで死ぬか。リザードンに火炎放射があった場合は負けですね。単体攻撃技あとコケコ社員打っててもきついけど、マジかよ、その技あんの。あー、マジかよ、メザクロリ持ってんの。ヒードラン動かしてたらコケコ倒してギザードに気合玉メザチあたりがなかった場合勝てたな。負けですね、これは。ガルーラを強引に動かしたシーンかな、一番。あれやったけど、でも、嘘泣き10万ボルトをヒードの方向に打たれる可能性も十分あったわけで。うん。まぁ、50% の勝ちに勝たなきゃいけなかった感じですよね。ラストも、ヒードランでコチコ倒してればまだリザードの技コースによってワンチャンあったかなって感じ。テラティアの UAZ を話には聞いたことあるんですが、実際使われたのは初めての経験でございました。生放送で4連勝してあげたレートを2連敗で早くも失いそうなんですけど、ちょっと次回修正していきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。サンキューウォッチングマイビデオ、 See you next time、 バイバイ。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。ポケモン対戦以外にもいろいろコラボ企画で、まあヨガやったり、牛丼早食いやったり、うん。まあ観光コラボしたり、いろんな企画やってるんで、よかったらいろんな動画見てくださると嬉しいです。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。